東京株式市場は今日が年内最後の取引です。東証から中継です。二十九日午前の取引は昨日より六十九円値下がりしたものの。一年の終わりとしては三十四年ぶりの高値での取引終了が見込まれています。今年の日経平均は五月に三万円台を回復し、七月には。 今年最高値の3万3,753円まで上昇しました。1年で見ると3割近く上げたことになります。東証が呼びかけた経営効率の改善や底堅いアメリカ経済が株価を支えたほか、円安の影響で自動車など輸出関連株が値上がりしました。景気が上がっててもやっぱり値上げとか結構あったからあんま変わんないなみたいな。 自分たちの生活にじゃあどう影響するかと言ってもそんなに大きく影響しないですよね。町からは実感がないとの声が聞こえてきますが、市場では来年の株価は一段と上昇し4万円を突破するとの見方があります。ただ日銀の政策変更も予想され不透明感も依然としてあります。焦点となる賃上げで一人一人が恩恵を感じられるような。 デフレ脱却が達成できるかどうか来年は日本経済にとって正念場の一年となりそうです。